放送席、そしてバンテリンドーム名古屋にお越しのドラゴンズファンの皆さん、連敗を止めました投打のヒーローにお話を伺います。先制タイムリーにプロ初ホームラン、渡辺勝選手、そして5勝目を挙げました福谷浩司投手です。さあ、まず渡辺さんに伺いましょうか。今どんなお気持ちでしょうか。こんな風に、ここに立てるとは思ってなかったので本当に嬉しい気持ちです。今日は今シーズン初めてのスタメン起用を期するところはあったんじゃないかと思いますが、どんな思いで試合に臨んだんでしょう。そうですね、去年一昨年といろいろ経験させてもらって、この舞台でどういう風に活躍できるかということを考えてきたので、この初の、今季初のスタメンがすごく大事だと思ったので思い切っていきました。そして3回2打席目ツーアウトから作ったチャンスでした。追い込まれてましたが、あそこはどんな思いで森下投手に立ち向かっていったんでしょう。そしてツーアウトから強打が出てくれたので、そこから盗塁してチャンスになったので、早いうちに先制したかったので、どんな球でも食らいついてやろうと思って打席に立ってました。打った球はスライダーだそうですが、まさに食らいつくいいバッティングでしたね。そうですね、ありがとうございます。そして何といっても8回に飛び出したプロ初ホームラン、手応えはどうでしたか。ですね、名古屋ドームは広いので入るかわからなかったですけど、無事入ってよかったと思います。ただあの放物線、美しいホームランバッターの放物線にも見えましたよ。いや、僕はアベレージヒッターです。先ほどもらっていたボールってのはあのホームランボールだったんですか。ホームランボール返していただいたので、はい、後で拾ったお客さんに お礼をしたいと思います。拾ったお客様だそうです。この中断後の後半戦からの一軍復帰、非常に苦しい、特に前半名古屋球場での日々が続いたと思いますが、どんな思いでこのシーズンの序盤というのは過ごしたんでしょう。僕自身ですか。はい、そうですね、前半戦はずっとファームでやってたので、僕自身苦しかったですし、チーム自体も苦しかったと思うので、僕が起爆剤になって、どんどんこれから勝ちを積み重ねていきたいと思います。その名古屋球場2軍では木下雄介さんと一緒に汗も流していたかと思います。ようやく白星を送ることができたと思いますが、そうですね、木下はいろいろと共通点があって、育成上がりですし同級生ですし、いろいろ共通するような、仲間だったんですけど、そうですね、見てくれてたと思うので、嬉しい勝利だったと思います。ファンのためにも、そして木下さんのためにも、ここからの残り試合頑張ってください。はい、ありがとうございます。まずは渡辺勝選手に伺いました。さあ、続きまして5勝目をマーク、連敗ストッパーとなりました福谷投手に伺います。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。チームも状態が悪い中でしたので、期するところのあるマウンドだったと思いますが、どんな思いで今日マウンドに上がったんでしょう。そうですね、エキシビジョンマッチでいい調子続いてたので、そのままいけたらなと思って、マウンド上がりました。直接対戦するわけではありませんが、相手が森下投手、オリンピックでもいいピッチング続いていて、周りは随分とその辺にも注目したと思いますが、その辺の意識はどうだったんでしょうか。いや、もうテレビでずっと見てましたし、投げ合えることを本当に幸せに感じて、マウンド上がってました。本当に痺れる投手戦になりました。どんな思いでこの投げ合いをしてたんでしょうか。いざ投げてるときは相手が森下君とか関係ないので、一人一人バッターに集中して投げた結果だと思います。
まあ、そのエキシビションマッチも含めて1ヶ月間の中断、福谷さんはどんなことを考え、どんなことを修正して今日に臨んだんでしょう。もうそうですね、前半戦終わった時にもうシーズン終わったぐらいのつもりで、まあ、ゼロからじゃないですけどしっかり体作り直して、来てたので、それがいい形につながってよかったです。ということは福谷さんにとってはこっから新しいシーズンが始まる、そんな感じの今日は5勝目だったんでしょうか。そうですね、もう今日が1試合目のつもりで投げてましたし、これから最後まで、いい状態で突っ走ればいいかなと思います。今日もベンチにもそしてブルペンにも背番号98が掲げられていたと思います。福谷さんも同じピッチャーとしての木下裕介さんへの白星を送れたことっていうのはどう思いますか。すみません、ちょっとそのあたりはコメントをやめておきます。わかりました。じゃあ新たなスタートのこの中断後の後半戦、福谷さんまだ5勝ですけれども9つ負けてる借金、ご自身で抱えている部分も返済していきたいですね。まあ、もう目の前の1試合を集中して、やることやるだけだと思っているので、次の試合もいいピッチングできるように、しっかり調整したいと思います。次のピッチングも期待しています。ありがとうございます。投打のヒーロー福谷投手、そして渡辺勝選手に伺いました。それでは与田監督にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、連敗を止めて、しかも今日は内容のあるいい勝ち方だったんじゃないでしょうか。本当に、連敗を止めてくれてね、みんなよく頑張ってくれました。まずは何といっても金メダリストの森下投手との投げ合い制した福谷投手、ナイスピッチングでしたね。本当にストライクゾーンどんどん、ね、攻め込んで、大野翔太もよくリードしてくれましたし、ゲーム作ってくれましたね。そんな中で一つまず3回ピンチで水脇選手、いいプレーが出ましたね。本当にファインプレーでね、ああいうところでよく盛り上げてくれましたね。そしてその裏に先発起用の渡辺選手の先制タイムリーがありました。はい、まあ、前に強打が粘ってね、9球投げさせたのかな、フォアボールを選んで、そして走って、まあ、理想的な展開で点が取れたと思います。先制点をもらって福谷投手、今日は何が監督からご覧になってよかったでしょう。エキシビションゲームの頃からボールを非常にこう、まあ、両サイドのライン出しというんですかね、そういったものが良くなってきてたので、まあ、今日もそういったところが良かったんじゃないでしょうかね。すると先に取りたい1点を大野翔太選手のヒットからの代打アリエル・マルティネ選手タイムリー、はい、見事でした。あそこはもうなんとか次の1点、福谷を続投させたい気持ちもあったんですけれども、次の1点を取りたいというところでよくアリエルが、ね、期待に応えてくれましたね。そして先制点を叩き出した渡辺選手のプロ初ホームランがまた値千金でしたね。ベンチでもおい 初ホームランだなっていう声がありましたけども、やっぱりこういった、まあ、前半戦一軍にいなかった選手ですから、大野翔太もそうですけども、こういう力がね、勝ちに結びついてたと思います。今日の勝利は、まあ、こんな感じで大きなヒーローから、支えたヒーローから、いい選手がいい活躍しましたね。もう本当にチャンスをものにして、まあ、まだまだ明日からね、がありますけども、本当に今日はいい活躍をしてくれました。そしてファンが待っていた勝利、木下裕介投手も心待ちにしていた勝利だったと思います。まあ、みんなさまざまな思いで戦ってますから、裕介がいろんな意味でね、我々を応援してくれてると思ってます。さあ、腰を据えての今日からバンテリンドームですが、どうぞファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、名古屋帰ってきて多くの皆様の声援が本当に力になります。明日からもしっかり戦っていきます。よろしくお願いします。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。与田監督でした。はい。